はい、どうもちーさんです。ウォッチドッグス2続きやっていきたいと思います。今回は、ちょっとサイドオペレーションやってみようかなと思ってます。この昔ながらの方法でっていうので、サンフランシスコ広しといえども携帯が完全に通じないスポットは1カ所だけだ。 CTOS も存在しない。防衛電波の発信源を突き止めたが、誰が何のためにやってるのかまだわからないということで、ちょっと面白そうでしたのでやってみようかなと。遠いねこれ、そのまま入れるのかな。妨害電波の出どころ、あれか、なんか拾えるっぽい。あそこなにこれ、ここにお金もあるな。よいしょ。ハッキング。システムシャットダウンを回収しました。これでいいのかな。なあ、ジャミング装置があったから止めたぞ。この辺何かあるのか。CTOS の明らかなデッドスポットが点灯し始めてる。ブルームは保全に相当な注意を払ってるはずだろ。誰かがグリッドの一部を停止したというなら、そいつはかなりのやり手だな。会ってみたい。位置を送ってくれるか。あの、現金が欲しいんですよ、私。ほっ、あ、いや、いけないね。よいしょ。失礼。見つけた。セキュリティカメラがある。頑張れよ。普通に行っちゃダメなの。普通になんか CTOS だけど。暗い。あ、おいおい、ずいぶんアンティークな設備だな。波形発生器にオシロスコープ。これはファイアウォールだ。なんだって。やつのリンクはアナログだ。デジタルじゃハックできない。あれはカセット式留守番電話か1985年かよ。マジか。いや、どうもディスパーです。メッセージをどうぞ。ミスター・ミッケルセン、私が誰かはわかるだろう。同僚の一人がレッドビュアードとして知られるスパイで、そうだな、とある競合のために働いているという推測は正しい。私の代わりに努力してくれたことに感謝するよ。完全に姿を消すことを勧める。公安を。おう、なんてこと、今のハドックか。なあ、そうらしいな。彼は逃げろって言ってるけど。間違いない、グレイストロームだ。奴らは NSA のこの男が所属する部署で情報を取ってたわけだ。誰かミッケルセンを調べてるか。ああ、調べてる。思ったよりよくある名前のようだ。待って、 NSA の上層部に一人いる。きっとそいつだ。同僚を見つけて探りを入れよう。ほう、うわ、ハドックの声を聞いたなんて。
ああ、驚きだ。狙われてることに気づいて警告したんだろう。ミッケルセンの同僚を見つけた。位置を送る。ナイス、ありがとう。ターゲット追跡か。ミッケルセンの両方のターゲットを追跡しろ。妨害電波の主のコンピューターにはある2人の人物についての情報が保存されていた。ターゲットだろうか。コンピューターから入手したファイルの暗号を解読する間、彼らがなぜ重要なのか調べてほしい。ちょっとこれ車いるな、多分。そんなこともない？あ、でも別に目標は動いてないね。まあでも万が一ってことがあるから入れない場所か。よいしょ、ドローンの出番だ。いっぱいいるね。ハックだから人間か。ジェスパーが姿を消したな。どうしたんだ。しばらく変だったんだ。天才ハッカーを悪い目的のために追跡するよう操られてると確信してた。作戦自体が危うい。どうすればいいんだ。天才ハッカーハドックだね。相手を割り出せるか。できるよ。彼を調べに行って。お金をいっぱい持ってるっていうターゲットがついたもんです。おお、やべ、人引いた。大丈夫ですか。やばい、ごめんね。不慮の事故なんだ。すまない、ここで捕まるわけにはいかないんだ。よいしょ。ジェスパーは変質的だったけど、本当に何かあるとしたら奴は行方をくらましたんだ。行かれてるってことだろ。詳細は話してくれなかったけど、チームの誰かが全員を操ってると考えてた。それあんまりだ。普通じゃない。こいつはミッケルセンを気にしてたようだ。もう一人は少し笑いすぎだ。だな、奴を追ってみよう。最後の接続は林の奥だ。大体しかわからない。林の奥。ビスタポイントちょっと遠い。よいしょ。なんだろうここ。よいしょ。あんなとこに。報告する。チームの一人がミッケルセンは何か知っていたと疑ってる。今のところ俺は疑われていない。助言を求む。ん？助言を求む。なんかタレコミ入れてたぞ。スパイを見つけた。電話してた場所はグレーストロームの指示で動いてるはずだ。調べてる。ハドックの情報を持ってたら消さないと。家族の記録を消去。
ミッケルセンはこの世を去ったが、彼の家族はシステム上に存在する限り危険にさらされ続ける。彼は NSA の流出情報を残したからだ。デッドセクにできることは彼の家族を守ることぐらいだ。家族の記録を見つけて永遠に消去しろ。まっすぐ進まないこの車、ポンコツめ。やっぱり弱バイクですよ。あ、ごめんなさい、もう自分のバイクじゃないからすごい危機管理能力の薄さがすごいけど。いや、道間違えた。おっと、またなんか入っちゃいけないとこに、てかなんかサンズオブラグナロクの旗立ってるけど。着いた。データを破損させるエクスプロイトを作った。ハドックの情報を消してくれる。アップする。二人だけかな。あれを私が締めに行けばいいのか。おら、侵入者がいる、探し出せ。あれ、まだいるじゃん。了解、相棒。あ、やばい、なんか呼ばれた。なんだよ、いるじゃねえかよ。めっちゃ突っ込んだわ、クソ。あ、違う、え、めっちゃ来た。待って、間違ってる。違う、これじゃない、他のゲームと混合してる。全員の家、指名手配犯を確認せよ。名の知れた犯罪者の情報が入った。 CTOS の代表を送る。待機しろ、通信システムがおかしい。うっそだ。めっちゃ当たらんのやけど、これ。こいつどんだけ強いの？信じられん。あいつ柵の向こうか。なんかちょっと判定あるみたいですよ。よいしょ。了解した。もうどんだけ増援呼んだら気が済むねんお前らは。うわ、嘘、今の発生。すごいロングレンジで撃ってくるじゃん。待て、走って、マーカス、走れ。早く戦って、ちゃんと真面目に戦って。やられた。真面目に戦いや、警官。押されてんじゃねえよ。警官がね、まあ確かにこう強くしてない。私も悪いんだけど。え、何？映らないんだけど、どこにいるんだ？え、どこにいたっけ今？え、何もいないんだけど。何、伏兵なの？わかんねえ。もうもはや帰れるし、
何だったんだよ今の。データを破損させるエクスプロイトを作った。え、何だったの今の。ハドックの情報を消してくれる。アップする。いないじゃん。暗いし。爆発したやばいやつだ。え、何もないのマジで。いや、私死に損今の。お金だけ払っとったと思って帰ろう。アップした。それからスパイの正体を明かすメッセージをミッケルセンの同僚へ送った。やつは終わりだね。ハドックは気づくかな。確かめる方法はないけどね。まあハドック死んでるから。よし、それでサイドオペレーションが増えていくのか。あー、ハドック追ってるっていう話ね。なんだ、じゃあちょっとメインオペレーション進めていこうかな。タラッサバーでデッドセックのメンバーに会い、人間たまには息抜きも必要だし、デッドセックには娯楽が必要だ。遊びたいだけだろお前ら。この前遊んだじゃん、なんかフェスティバルみたいなとこ行って。まあ遊んだっていうか、そのちょっとこうあれなだけだけど、フェスティバル的な感じのところに行って、デッドセックの力を見せてやろうぜみたいな感じの、どちらかというとこう慰めみたいな。ラグナロクのなんかマスク手に入れた。したらどうした？マーカス、新しいフロアが傍受した会話を聞いてみて。餌は撒いた、もうすぐ肩がつく。自信ありげだな。パンくずを撒いたら天才ハッカーは一つ残らず拾ったんだ。このエリアにいるのは分かってる。最後のパンくずで罠にかかる。なんだこれ、天才ハッカー。 NSA の男がハドックをそう呼んでたな。それなら覚えてる。ジョッシュが電話番号を調べてくれたんだけど、 NSA のエリア本部に行き当たったみたいだよ。NSA がハドックをはめるってことか。もう一人も調べないと。位置を送った。ハッカー同士のなんかあれだね、構想じゃないけど喧嘩みたいなの多いね。うわ、なんじゃこの店。え、なんか、あ、階段があるのここに。めっちゃちっちゃくねえと思って。すごいねここ。じゃあメインミッション進めていこうか。したらなんかすげえ踊ってね。歌ってるわ。ロクサーヌをテングワールで歌って。エルフ語だ。おい、したら、ジョシュ、こいつを映してくれ。ミランダからだ。友人が教えてくれた。あなたは尾行されてる、狙われてる、気をつけて。標的？あ、俺たちだ。クソ、今だ。これ見て、誰かがすぐ外で見張ってる。おいおいおい、クソだね。よし、ぶちのめしてやろうぜ。大丈夫？まあ、落ち着けって。こっそり出ろよ。俺は表から出て尾行してるやつを確認する。ああ、なんだろう、誰だろう。人物を特定しろ。誰が見てんだろうね。まあ、追われる URL はたくさんありますけど。よいしょ。あ、なんか怪しいな。バンガール、奴らだ。なんとかすんだ。そんなマップあるの？何なんだよ。ちょっと待って。あー、くそくそ。なんだよ。お前、F
FBI をハックしたな。奴らの通信チャンネルに入っちまった。何者かがデータソースへのアクセスを試みている。全エージェントはここに集合し、容疑者の対処に当たれ。ここまずいな。スプレッドアウト、ガルフォー、行って始末しろ。アンティの命令だ。なんか突っ込んできた。FBI が出てきたばっかり。信号ブロックされてるんだけど。どうなってんだ。すげえハック対策デーモンに検知された。ちょっと待て。待てるか。早く。ネットワークはデッドセックの攻撃を受けている。排除するまで待ってくれ。よし。やっとか。今時間稼いでるから。もう一つ。裏切り者がいる。大量の情報が手に入るな。いくつか放送しないと。レンチ、今は少し忙しいんだ。はっ、なお前。まあ簡単な仕事ですね。近くに誰がいるか。いない。まあ次の機会に必ず片付けよう。入ってくるのは現金だよ。動かせるもん。あ、やべ、あれ動かしちゃいけないやつだった。いろんなとこいるな。やばい、あと2パ。オッケー。マーカス、オーケーだ。さっさと逃げろ。簡単に言ってくれる。よいしょ。追ってこれるもんなら追ってきてみな。隠そうかな。オッケー。あら、ベイエリア出ようとしてる。ミッションクリアしたけど。やれ。なんでまだ追ってきてんの？レンチ、一体俺たちは FBI に手を出した。こちら本部。俺たちは FBI に手を出した。この件に関するやり取りは絶対に避けるぞ。オーケー、けど最小限に抑えるんだ、M。直接が一番だ。あそこで会おう。場所は分かるな。レンチ、レンチ、くそ、カフェ行くしかないな。そんなにやっぱ、まあ、そう FBI が分かるよな、それ。なんだよ、ベイエリアから出てるんだよ、もうすでに。もうすでに出てるんだよ。あ、やば、できない。取れない。電話に出ないし、携帯が移動してない。は？確認できる。場所を送っておく。これ以上？知らない。ちょっと待って、お前ら本当にさ、好き勝手言いやがってよ。ホレイショ後だ。いけない、くそ。どっかで車チェックしないと。散開しろ。ほんとしつこいな FBI。 どこ止めてんのこれ。勝手に人の仕打ち止めてないこれ。
ていつも頭から突っ込んでるかな。さあ逃げ切ったぞ。んで行くべきは保冷所、気になるけどな。いた。俺は別にベンチ。生まれも育ちも。ここが好きなのか。料理は普通だ。あ、好きな女の子いるんだ。翔さんは？マスクが不気味だとか思われてるかも。外しちゃいいじゃん。ダメなの。デラムズの建物にある FBI 本部、残りのデータがいる。なぜなら？なぜなら怪しい動きがあるからだ。大きな何かだ。知り合いのハッカーがバンに尾行されたりしている。FBI がハッカーを取り締まるのは初めてじゃない。味方になるか死ぬかだろ。なんで今。タイミングが良すぎるんだよ。レイは信用できるのか。取引したかも。まさかありえない。それは絶対にない。まあ、ミランダは協力してくれるのか。多分な。よく配車アプリを使うから、侵入してドライバーとして登場しよう。何かご注文は。俺は帰るとこだけど、なちょっと聞いていい。ええ。友達のマスクはかっこいい、キモい。あ両方。両方。コーヒーおかわりだよね。良い一日を。おお、いいね。頑張れレジ、頑張れ。いい仕事したな。貸しタクシー、はいはい。まあミランダに話聞きに行くんだろうな。デッドセック号に乗せてやろうじゃないか。あれ、デッドセック号はダメなの。なんだよ、この赤い車じゃないとダメなのか。急いで。マーカス？何の真似？いやあミランダ、ただの小遣い稼ぎだ。たまにやってるよ。でしょうね。行き先は？母のところへ行くの。オッケー。手がかりは追ったの？ああ、FBI だ。肯定も否定もできない。反撃したいがデータを入手できなかった。奴らのオフィスに侵入したい。無謀すぎるわマーカス。だろうな。それでそのために運転手に。私も捜査局に監視されていると。だから写真の入手先を教えないんだろう。用心深いだけ。
俺も用心深く話しに来たんだ。マーカス、義務だと思って一人の若者に忠告しておくわ。 FBI に狙われていると知ったなら人生の選択を見直すべきよ。いい忠告だ。特に黒人の若者は即有罪。そう、この話は忘れましょう。で、バーの写真はどうやって手に入れた？情報源がある。そいつが他に掴んでることは？捜査局はハッカーを徹底的に追い詰めるつもりよ。全てのグループを引き入れるか脅そうとしている。何のために？全てのゼロデイを支配するため。競合相手は邪魔なの。おっと、道間違えた。まあデッドセックってね、社会から見たらいい人たちじゃないから。いい人たちなんだけどさ。 FBI に関して協力者はいるけど、モスクワルールに従って。どういう意味だ？デラムズ郊外に古い公衆電話がある。受話器にフレッドと名乗って信号を記録するの。そいつは面倒だ。最低ドライバーの評価にしてあげる。ピシさあ、じゃあデラムズタワーっていうところに行ってみましょうかね。